来月1日から14日までアメリカ海兵隊と陸上自衛隊が道内で行う日米共同訓練について、道や札幌市が安全対策の徹底を北海道防衛局に要請しました。訓練ではアメリカ軍の輸送機オスプレイが札幌の丘珠駐屯地や道東の矢臼別演習場などに飛来する予定です。オスプレイは2014年に展示のため丘珠駐屯地に来ていますが、訓練では今回が初めてです。